こんにちは、ルイです。ビール飲んで。ありがとう。乾杯しようか。ママのお誕生日旅行で滋賀県に遊びに来ました。昨日は豪華なディナーを満喫、目の前で焼き上げてもらいました。ルイはご飯よりお散歩、パパとママは美味しくいただきました。歩いていいよ。2日目の朝、キラキラのエントランスを通って朝ごはんへ。腹ペコルイちゃん、まだかな。じゃん、全部おいしい。朝ごはん食べたはずが。何見ながら？おさぎ。天気が悪いけど、美学見学に行くよ。呼びたこさんできるよ。小雨だけど良い景色。楽しかった？雨降ってるわ。白ひげ神社に向かうよ。琵琶湖沿いをしばらくドライブ。寝ました。到着。嬉しい？久しぶりだもん、アンパンマン。傘が嬉しいお嬢。フリーを見に行きたいけど、横断歩道のない道路があるので危険。展望台から見学。お昼休憩。エントランスから緑に囲まれた素敵なカフェを発見。
みんな大満足の美味しさ。お腹いっぱいになったので、浮き見堂。木箱の最もくびれた部分から、橋を渡して建てられていて、湖面に浮いているみたいです。あいにくの雨。カモさん見学。雨でも十分見応えがありますが、晴れてたら絶景なんだろうな。お気に召したようです。カモさんに夢中です。あ、本当だ、いないね。トンネルにはいない。ピースでやってきました。晴れた日にリベンジするぞ。おしまい。